ご挨拶ではなくて、議決の内容についてちょっと紹介いたします。ご覧お手元の団長のコメントの声明の後ろ側をから今日の議決書であります。それで、1ページ目は議決の要旨ということで、これは申し立てに、それぞれ、第1回目の3人、第2回目の5735人、そして、処分弁護士、それと被疑者ですね、被疑者先ほどの6名列挙されております。そして、検察庁の杉山検事、起訴処分の人、当事者ですね。それで2ページに議決の要旨が記載されておりまして、本件の起訴処分について、被疑者勝又恒久については不当であり起訴を相当とする。2つに被疑者堤則夫については相当である、相当であったら起訴相当であるです、ね、それから3つに被疑者小森明夫については不当である、起訴不当というですね。それから4番目の武藤栄、そして5番目の竹黒一郎については不当であり起訴を相当とする、起訴相当。そして榎本については相当である、まあ、これは起訴相当であるということであります。それで、次に議決の理由で、否認事実の要旨、極めて簡明に書かれておりまして、まあ、地震津波により炉心損傷の重大事故を発生させ、水素爆発等により原子炉建屋や格納容器の損壊、そして放射性物質を排出させて多数の住民を被爆させるとともに現場作業員らに障害を負わせ、さらに周辺病院から避難した入院患者らを死亡させたという否認事実の要旨であります。で、次に、審査会の判断として2ページ以降にありまして、まあ、初めにがあって、2に、これ大事なことですけれども、事業者には高度な注意義務があるというふうに最初に検察審査会として、判断をしているということが重大であります。で、これはチェルノブイリ事故、そして、伊方訴訟での最高裁判決、安全審査は災害が万が一にも起こらないようにするために行われるものであるということを再度確認しております。これは現在の再稼働における基準の問題でいろいろ言われておりますけど、今の安全委員会がですね、安全だとは確認できないというような規制委員会の田中委員長の発言がありますけど、あれは本心に沿ってないと、法律的にも おかしいということですね。まあ、それも批判も射程に入れる書き方になっているのかなというふうに思います。でその上で、まあ、括弧2として、そもそも自然災害はいつどこで、どのような規模で発生するかということを確実に予測できるものではないとした上で、根拠のある予測結果に対しては常に謙虚に対応すべきであるし、想定外の事態も起こることを前提とした対策を検討すべきだというふうに判断をしようとしておりまして、それで4ページの3で、杉山検察官らが否定をしたですね、つまり不起訴相当に持ち込んだ予見可能性と結果回避可能性についてここで、はっきりと言っております。で、括弧2でですね、そもそも地震や津波という自然現象について具体的にいつどこで発生するかまで予見することが不可能である。で、ただし、原子力発電所を扱う事業者として安全性確保のための対策を取ることが必要である、津波として認識することが可能であったと言えれば津波襲来に関する具体的な予見が可能であったと言うべきである。そしてこの予測に応じて必要な対策を施した場合に事故の結果が回避できたというのであれば結果回避可能性も認められるということで、この後事実認定をしていきます。つまりは、検察官が否定した予見可能性と結果回避性はなかったということに対してあったということをここで検察審査会がはっきり事実として次に認定していきます。まず4として津波襲来についてということで、ここで大事なのはやはり我々もずっと主張してきました地震
調査研究推進本部、いわゆる水本水本と言ってることですね。これが長期評価ということで、三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価、これに基づく波高の試算ということを基本的に踏まえて検討するということで、以下5ページ以降ずっと事実認定をしていっております。そこでルール述べているんですが、新しい事実が認定されているというのが今度の検察審査会の中身で、出てきております。特に、6ページの4番、平成20年3月東京電力における地震中越地震対応打ち合わせにおいて、プレスリリース用の Q&A に関し津波の評価について耐震バックチェック最終報告において水本の長期評価を考慮する旨の修正が報告され了承された。で、同月、被疑者武藤栄が福島県生活環境部長に対し、津波の評価については耐震バックチェック最終報告にて報告する、最終の知見を控えて安全性の評価を行うというようなことを言っている。さらに、平成20年6月の土木調査グループから、東電内の土木調査グループから、被疑者武藤栄らに対してモノマポイント 15.7 メートルの試算結果が報告された。で、この際武藤栄は後して非常用海水ポンプが設置されている4メートル範囲の津波の遡上高を低減する方法、意図して沖合防波堤設置のための許認可についてうとして危機の対策の検討を指示したということで、つまりは小名浜ポイント 15.7 の試算結果を踏まえて自らが対応すべき点として3つ挙げてるんですね。で、そのことをやらなかったと、分かっててやらなかった、つまりは予見していてやらなかったという事実がここでずっと列挙されていきます。で、6番として20年7月に被疑者武藤栄から土木調査グループに対し耐震バックチェックにおいては水本の見解を取り入れず、従来の土木学会の津波評価技術において、実施し、水本の長期評価について土木学会の検討に委ねることとし、これらの方針について津波評価部会の委員や本案のワーキンググループの理解を得ることなどを指示したと。で、つまりはここでいろいろと本来 15.7 という試算結果が出てきて、それに対応しなきゃならないということまで、指示していながら、結局は再度土木学会に委ねて時間稼ぎをするということに転換しているんですね。で、それでそのことに、津波評価部会の委員とか本案のワーキンググループの委員の理解を得るということは、根回しするということをやれということをここでもう一回指示して、結局分かっていながらやらなかった、ずっとこの事実経過がこのように新たに認定されております。ということは、この検察審査会の中で、つまり検察側が調書を取って積み上げた事実をかなり読み込んで、新しい事実として、基礎相当であるという中身を出してきているということが極めて大きな、今回の今度の審査会の判断の理由になっております。で、その他にもですね、8ページの7ページから8ページの2番で、例えば、東京で電力が10メートルを超える津波が襲来する確率は1万年に1度から10万年に1度との試算を得ていたが、これは耐震バックチェックの基準地震動に用いた地震動の確率と同程度であり、耐震審査設計指針の施設の共用期間中に極めて稀ではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波であるというふうに認定しているんですね。つまり1万年に1度から10万年に1度というところまでやるべしということをきちんと認定しておりまして、それもまた伊方最高裁判決の趣旨であろうということで、水本の長期評価を取り入れてきちんと対応すべきだったんだということをはっきりと認定しております。それからこの次の3でですね、東京電力も当初は耐震バックチェック
チェックにおいて水本の長期評価を取り入れてほしいんであったが、耐震爆チェックの期間期限に対策が間に合わない場合、原発の運転停止のリスクが生じると考え採用を見送り、関係者の根回しを進めたことが伺われるということで、先ほども申し上げましたように、水本の評価を当初取り入れて、この無糖堺地震が、被疑者地震が対応策を3つほど指示していながら、要はそれなりの金がかかるということで、あるいは時間がかかるという、そして、1日止まれば1億円と当時言われました原発の運転停止のリスクを生じるということで、結局採用を見送って関係者の根回しを進めていったということを、検察側が提出した新証拠をもとにして、検察審査会として判断しているということは、極めて、新しい事実として、この起訴相当に持っていくための事実を明らかにしているのではないかというふうに思います。で、8ページの4に至ってはですね、結局今言いましたように、はっきり土木学会の依頼は時間稼ぎであったと言わざるを得ない。でこの3年間で対処していれば対処できたにもかかわらず、3.11 に迎える直前3月7日まで、この小名浜ポイント 15.7 についても上げていかないという事実があったわけであります。このような形でですね、その他ここで、ここまでが主に、こちらで言った最初の津波関係の津波襲来に関係であります。そしてその後に浸水の影響についてということで、9ページ以降論証事実経過を出しておりまして、浸水9ページの最後で、以上の通り東京電力は少なくとも敷地レベルを超える津波が襲来した場合、全電源喪失、炉心損壊に至る危険性を認識することができたし、実際に起きた事故の教訓からも浸水対策が必要であることは認識できていたといえる。つまり、予見可能性、結果回避性について彼らは分かっていたということを、はっきりと検察審査会は判断をしております。で、例えばその上の9ページの括弧にでですね、東電がやっていま、東電がやってたんじゃないですか、これ一水研究会という勉強会、一水勉強会ですね、一水勉強会っていうのをの中で、これは保安院と原子力安全基盤機構において東電も入ってやっていた、結局は浸水対策会議ですね、浸水対策の勉強会で、これ一水勉強会は括弧2で、一水勉強会の結果を踏まえて開催された安全情報保障会の資料には、敷地レベルプラス1メートル、敷地レベル 10メーターですね、10メーター版のところを1メートル超えたというふうに仮定した場合、いずれのプラントについても浸水の可能性は否定できないということで、福島第一原発1号機について現地調査を実施し、蒸気検討結果の妥当性について確認してんですね。もうこの時点で、平成18年の時点でも10メートル版のプラス1で、浸水可能性があると。でそれにより、冷却機能が喪失するという事態が想定されるということが分かっていたということであります。それで、10ページの方に参りまして、結果回避可能性についてということで、検察官の一水勉強会のについてずっと触れた上でですね、この時点で検察官が指摘している対策ということで、すなわち平成18年の段階でも蓄電池や分電盤を移設する、それで高圧注水系や SRN にケーブルで接続する、あるいは小型発電機、下半式コンプレッサー、水中ポンプを高台に置くという措置を講じておくことが可能であったと。それで、20年の段階で、被疑者武藤栄が実際に先ほど言ったような検討をさせているという検討結果からも、
一斉勉強会も踏まえてもですね、検察官がこれらの措置を取ることに対して、いろいろこういうことをやっていくと3年以上かかるっていうふうに、まあ、検察官が勝手に認定してるんですけど、あれ、不起訴の認定として、で実際こういう工事あるいは福島県の事前了解、経産省の設置許可等の手続きで結局3年以上の期間を要するというような安全対策を取ることに、11ページに行って取ることについて、漫然とこのような長期間を要するとする根拠が明確ではないということで、完全に、検察官のこの認定のおかしさを否定しております。それで、結果開始制については十分に、可能であったということで、12ページに参りまして、7として規制当局や他の電力関係者等の対応について、でこれ検察官がおかしなことを言っているということなんです。検察官は、括弧1で検察官は被疑者らを不起訴とした理由の中で、保安委員等の規制当局から水本の長期評価を踏まえた津波対策を講じるべきとの指摘等がなされなかったことや、他の電力事業者においても水本の長期評価を全面的に取り入れた津波対策を実施していたわけではなかったこと、あるいは中央防災会議において福島県沖の津波地震は防災会議の対象から除かれていたことも触れているので、この点について検討するということで逐一、反論しております。安全確保の一義的責任は規制当局ではなくて事業者であるというのが基本でしょうと、それで、規制当局の指摘がないから事業者もやっていないなということで責任を免れることはできないとはっきり言っております。それから中央防災会議自体が目的が違いますよと、原子力発電所の稼働させるのは事業者に課せられている注意義務が一律に、課せられているんであって、そのことについて中央防災会議の目的ではないと、ということでですね、これらについてもはっきりと検察官の不起訴理由について、否定をするというふうな形になっております。で、わかりました。でということでですね、今回の問題は今度の検察審査会の判断はほぼ東京地検の論理を完膚なきまでに論破しているというふうに、捉えていいのではないかというふうに思っております。その意味で、東京地検が再捜査をした上で起訴に持ち込めないなかったとすれば、それは東京地検の名折れであり、恥であるというふうに思います。法治国家であるとすれば、ここで、きちんと東京地検はですね、これら検察審査会の議決に従って3人の起訴、そして、不起訴相当の小森さんについてもですね、起訴に持ち込むというきちんとした立証をしてもらいたいというふうに思うところであります。ざっくり言います。途中で、ダメ出しが入りましたので、ここで終わりますが、最後に結びで割と検察会検察審査会としての声が出ておりますので、ここだけ、ご紹介しますと、当検察審査会は18ページです。当検察審査会は様々な意見をもとに度重なる議論を経た上で異常の通り議決するに至った。で本件は事案解明という点からも非常に困難な事件であり、未だ明らかとなっていない点も多く存在すると思われる。検察官においては一般市民から選ばれた検察審査会によって構成された当検察審査会の議決の趣旨に沿って再度捜査を行った上で適正に判断がなされることを期待するというふうに結んでいます。以上ご紹介、であります。はい、新山検察官だが否定をしたですね、つまり不起訴相当に持ち込んだ予見可能性と結果回避可能性についてここで、はっきりと言っております。で、括弧2でですね、
そもそも地震や津波という自然現象について具体的にいつどこで発生するかまで予見することは不可能である。でただし、原子力発電所を扱う事業者として安全性確保のための対策を取ることが必要である。津波として認識することが可能であったと言えれば津波襲来に関する具体的な予見が可能であったと言うべきである。そしてこの予測に応じて必要な対策を施した場合に事故の結果が回避できたというのであれば結果回避可能性も認められるということで、この後事実認定をしていきます。つまりは、検察官が否定したご挨拶ではなくて議決の内容についてちょっと紹介いたします。お手元の団長のコメントの声明の後ろ側をから今日の議決書であります。それで、1ページ目は議決の要旨ということで、これは申し立てに、それぞれ、第1回目の3人、第2回目の5735人、そして、処分弁護士、それと被疑者ですね、被疑者先ほどの6名列挙されております。そして、検察庁の杉山検事、基礎処分をした当事者ですね。それで2ページに議決の用紙が記載されておりまして、本件の基礎処分について、被疑者勝又恒久については不当であり起訴を相当とする。現場作業員らに障害を負わせ、さらに周辺病院から避難した入院患者らを死亡させたという秘密事実の要旨であります。で、次に、審査会の判断として2ページ以降にありまして、初めにがあって2に、これ大事なことですけれども、事業者には高度な注意義務があるというふうに最初に検察審査会として、判断をしているということが重大であります。でこれはチェルノブイリ事故、そして、伊方訴訟での最高裁判決、安全審査は災害が万が一にも起こらないようにするために行われるものであるということを再度確認しております。これは現在の再稼働における基準の問題でいろいろ言われておりますけど、今の安全委員会がですね、安全だとは確認できないというような規制委員会の田中委員長の発言がありますけど、あれは本心に沿ってないと、法律的にも おかしいということですね。それも批判も射程に入れる書き方になっているのかなというふうに思います。でその上で、括弧2として、そもそも自然災害はいつどこで、どのような規模で発生するかということを確実に予測できるものではないとした上で、根拠のある予測結果に対しては常に謙虚に対応すべきであるし、想定外の事態も起こることを前提とした対策を検討すべきだというふうに判断をしようとしておりまして、それで4ページの3で、次2つに、被疑者堤則夫については相当である、相当であったら基礎相当である、それから3つに被疑者小森明夫については不当である、基礎不当というですね。それから4番目の武藤栄、そして5番目の竹黒一郎については不当であり基礎を相当とする、基礎相当、そして、榎本については相当である、これは基礎相当であるということであります。それで、次に議決の理由で、否認事実の要旨極めて簡明に書かれておりまして、地震津波により炉心損傷の重大事故を発生させ、水素爆発等により原子炉建屋や格納容器の損壊、そして放射性物質を排出させて多数の住民を被爆させるとともに